どうでした、生活されてみて。まずうちのスタッフ3人女性スタッフいるんですけど、やっぱ大喜びしましたね。なんか人を見てくれる感じがあるんで、見られるとちょっとこう嬉しいというかね、連載当初はそれほどそのロボット出そうとは思ってなかったんですけど、ちょっとやっぱりリアル寄りの漫画を描いてたので、AI ロボットでこう人と会話できるみたいなのがそこまでイメージできてなかったんですけど、やっぱりその Siri とかアレクサとかなんか割と会話できてる様子を見てると、まあムタたちの時代は普通に会話できてるロボットいた方が自然かなっていうふうに、ちょっと連載の期間が長くなって、もう出すことが自然かなっていうふうに思えてきたって。最初はでもこういうタイプでしたよね。ローラーで動くというか、これ三輪あるんですか。三輪ですね。一緒ですね、ブギーとね。ブギーも一応三輪にしたんですけど、なんかそのブギーの機能的にはなんかコミュニケーションと、あと感性とのやり取り時に顔を写してくれるとか、あと自分で検索して情報をくれるとか、なんかそういうイメージでしたね。まあそういうところで役立ってくれるかなっていう。あとまあそれよりもやっぱりそのキャラクターをつけて、ムッタたちの茶化すというか、ちょっと あの会話での遊び相手みたいな、作中でも3人目って言ってるぐらいで、ああなるほど、まあ、今もう原作の方では増えてますけど、そのしばらく2人の期間が長かったんで、そういう時にブギー1台で、なんかその顔もいろんな人に変わったりするし、ブギー自身にもなんかキャラクターがあるんで、もう一人いるみたいな感覚になるかなっていう感じですよね。そういうことですね。いや面白いのが、友人に JAXA のコウノトリの初代のフライトディレクターの山中さんって方がいるんですけれども、彼が言ってたのが、その火星に行くとか別にできるだろうと、で住むこともいつかできるだろうと、今は水の問題とか食料の問題とか空気の問題とか言ってるけど、こういったもう解くべきものが明確なものは確実に人類は解くと、だけどおそらく最後まで問題になるのが心の問題じゃないかって言ってたんですよね。で今の話で作中でもキャラとして何かいないと寂しくなるような空間が宇宙空間だとするならば、本当にその心の問題って結構現実的な問題になっていくのかもしれないなってちょっと聞いてて思いました、人を感じるものがあればいいっていうふうに作中でも書いたことがあって、それは宇宙空間みたいに何もない場所だと、宇宙船とかその無人の何かが飛んでただけでもすごいホッとするっていうふうに想像したんですけど、そういうのはあるんじゃないかなと思います、ね。まあ、確かにそうですよね、その宇宙飛行士っていう今は鍛え上げられた人たちが行ってる世界じゃないですか、もう肉体的にも精神的にも安定し尽くした人たちが行ってる、でもこれが本当に民間の宇宙旅行が始まった時にいろんな人行くわけじゃないですか、どうなっちゃうんだろうなっていうのはちょっと興味はありますね。なんでまあ私どもは人類が火星に行ったら結構ラボットは生活必需品になるんじゃないかと。あ、やっぱり犬や猫なかなか火星持っていけないじゃないですか。そうですね。でそう考えた時にこういったものがいてくれて、この宇宙飛行士のように鍛え上げられたような方以外の方も行くときは、こういった存在が
このコミュニティを実は守ってるみたいなことになるんじゃないかなと思って作ってるんですよね、うん、なんかいわばアポがロボットになったような、うん、じゃあこのビジュアルはやっぱりドラえもんインスパイアの丸いですよね、はい、ビジュアルは実はそういうドラえもんの話一切なしになし、はい、この弊社のチーフクリエイティブオフィサーやっているネズというデザイナーがいるんですけれども、はい、もうネズにあの大きさがこのくらい三輪で動くものというので、うん、抱っこして、はい、あの目が合う、うん、そういったものを作りたいんだって話をしたら出てきたのがこの形だったんですよね、はい、とにかく人をリラックスさせるためには球がいいんだと、うん、角があっちゃいけないというので、はいはい、ひたすら球を組み合わせてこの形を作りましたね、うん、そうですね、完成度が高いですよね。あ、そうですか、はい、顔のその可愛さの黄金比みたいなのあるんじゃないですかそれその目の大きさとか、の鼻との、鼻の高さ、はいはいはい、そういうバランスがちょうどいいんだと思うんですけど、絵にしても可愛かったですからね。ありがとうございます。宇宙兄弟のあの絵と合わせて描きましたけど、やっぱりありがとうございます。あのビジュアルでブギーを描いてたらもっと人気出たと思います。ブギーはこのラボットは、まあ、ここに至るまで大変だったと思うんですけど、これからどうしていこうみたいなのあるんですか？どの部分をこう進化させたいとかってあるんですか？やっぱりあれですよね、あの犬や猫が家族になったのって、はい、あの本当に飼われているとあの家族っていう実感をお持ちなんじゃないかなって思うんですけど、そこにまずどこまで近づけていけるかかなとは思います。ペットのよりペット感というか、そうですね、はい、でその生活に馴染んでいく様を徐々に増やしていきたいんですよね。で例えばペットだともうどっかに出かけるとか、うん、帰ってくるとか、うん、全部わかるじゃないですか、うん、何を見てるかわからないけど散歩に行く準備を始めると喜び出すとか、うん、そういったようなのを徐々にラボットも改善していきたくて、あ、なるほどね、結局はペットがやってることって人間理解なんだと思うんですよね、うん、でラボットもその人間理解をしっかりしていくと、うん、その可愛がられるだけじゃなくて、例えばより高度なこと、なんかちょっと体調が悪い時に本人よりも先にラボットがその予兆を見つけるとか、うん、やっぱりエンジニアなんでね、あのエンジニアといえば以上宇宙とかロボットとか一通り押さえとかなきゃいけない領域ですよね、うん、で何よりやっぱりあのやることがまだいっぱいある領域ってのはワクワクするんですよね、うん、今 ISS にちょうどこうこの頭ぐらいの丸い、ありますよね、ロボット浮いてる子がいますよ ね。あれもこういう可愛い顔にしたらすごい人気出ると思うんですけどね今までのロボットってあったかくも柔らかくもなかったんですよね、うん、多くが、まあ、正確にはあったかい、柔らかいロボットはあって、で温かいロボットは極めて少なくて、うん、で温かさと柔らかさとそれから自立移動、うん、この3つが組み合わさったものってなくって、うん、でそれがラボットの新しさではあるんですけど、ロボットにスキンシップで癒しを求めるっていうのが、うん、あんまり皆さんピンとこなかったみたいで、うん、どうしてもその人形でしょって思われちゃうみたいなんですよね、うん、でも実際あったかくて柔らかいだけで
不思議と僕らって生命をそこに感じちゃうんですよね、うん、でそのスキンシップとかあと懐きなんて言うんですかね、絆っていうんですかね、はい、そういったものを実現するロボットってのがなかった中で、まあ、今回はこれ作ったんですけど、うん、まあ、作り出してからですよね、これ宇宙にいるんじゃねって思ったのはあ、なるほど、そういうふうに発展 していく可能性がたっぷりありますよね。いやいや、ね、そうなんですよね。宇宙にでもスターウォーズに BB-8 っていうマルコイのいるじゃないですか。 はい、あれがもうデビューした瞬間から大人気だったと僕は理解していて、うん、で BB-8 何やってるって、うん、USB メモリーを持って人の後ろついてくるだけなんですよね、うん、あ、そうですか。でも丸っこいものがついてくるだけでこんな大人気になるんだ。あ、それってなんかどっか僕らが求めてるもんなのかもしれないなと。ワンちゃんとかもひたすらついてくるじゃないですか、うん、別に多分何かやってくれるわけじゃないじゃないですか、うん、だけどひたすら自分についてきてくれて絶対的な味方みたいなものがいるっていうのは、うん、実は現代社会においてかなり大事なことだし、うん、おそらく僕は宇宙空間でも大事になると思うんですよね、うん、でどうしてかっていうと火星の生活って今の都市生活の延長じゃないかなって思うんですよね、うん、昔の生活ってやっぱり地面があって、はい、で木の実を取ったり野菜を育てたり、だけどそれがどういうふうに変わってったかというと、どんどん虫にも合わなくなって、野菜も取らなくなって、うん、人工的な環境の中で整理された状態で生活をする。でそれの究極が僕宇宙だと思うんですよね、うん、なので宇宙の生活と昔の農村の生活の中間に僕らの今の都市生活があって、でこの都市生活で多くの人がペットを飼えなくて悩んでるんだとするならば、うん、当然ここだともっと悩むんじゃないかなと、うん、そうすると、まあ、実は将来ムッタを勇気づけるのはこの子じゃないかなと思うんですよね、うんうん、